先輩はもう少し元気を出してやってくれないと。真面目なんだけど地味だし、そんなんだからその年で独身の平社員なんですよ。後輩社員の言葉は正直言って胸にぐさりと刺さった。だがいつものように俺はヘラヘラと笑い、その場をやり過ごしたのだった。俺の名前は氷川幸也、今年43歳になる。厨房機器メーカーの営業マンだ。後輩の大友は俺の10個下。出身高校が同じという共通点があり、入社時にも教育係としてよく面倒を見ていた。大友は元気で明るいのが長所だが、お調子者なところがたまに傷。迂闊な発言が目立ち、それがトラブルにつながることも。新人の頃、お客様を怒らせてしまったこともたびたびで、一緒に謝りに行ったことが何度もある。発言には気をつけなければいけないぞ、といつも口を酸っぱくして指導していた。最近ではたまに辛口発言がある程度で、よく成長したものだな、と感心して見ている。仕事上では軽率な発言はほぼなく、むしろ敏腕さの方が目立っている。そして時が経ち、大友は俺を抜いて係長に出世したのだ。来月には俺の上司になる。よかったな、大友、おめでとう。同期の中で一番に昇進するなんてやるじゃないか。明るい大友は大勢の同僚たちに好かれており、みんなに昇進を祝福されていた。暗くて地味な俺とは違うのだ。一方、俺は10歳下の後輩にも抜かされた哀れな先輩として笑い者になっている。公私ともに冴えない男だよな。働かないただのおっさんはマジで目障りなんだよ。そんな風に陰口を叩かれているのは俺だって知っていた。言わせてもらうが、俺は毎日きちんと働いているつもりだ。仕事量で言えば、むしろ陰口を叩いている奴らよりも断然多い。だが、覇気がないのは自分でも認めている。上司には人を従える器ではないと判断され、それで今まで出世できていないのだ。周りが出世していくのを羨ましいと思うことはあるが、それで腹が立つことはない。俺が望むのは、この会社に定年まで波風立てずに何とか居続けること。もちろん出世できたら万々歳だが、そのために下手な争いに巻き込まれたりするのは本望ではない。ある日、仕事終わりに大友に声をかけた。よかったらこれから飲みに行かないか？約束だもんな。すると大友は満面の笑みを浮かべてうなずく。氷川さん、覚えていてくれたんですね。昔、まだ俺が教育係をやっていた頃、いつか大友が出世したら飲みに行こう。そう約束をしていたのだ。行きつけの居酒屋のカウンターに並んで座り、まずはビールで乾杯。最初は楽しく話していたのだが、酒が入った俺は自虐モードに。お前はほんとすごいやつだよ。俺なんかとは違ってさ。すると、今度は大友にスイッチが入り、俺に説教を始めた。先輩は悔しくないんですか？私が新人の頃、先輩は部長くらいまで出世すると思っていたのに。さも自分のことのように悔しがる大友の言葉に、俺も当時を振り返る。大友が新人の頃は確かに精力的に働いていた。出世まであと一歩とみんなにも評価されていて、仕事は今よりも断然やりがいのあるものだったのだ。先輩はもう少し元気を出してやってくれないと。真面目なんだけど地味だし、そんなんだからその年で独身の平社員なんですよ。大友の言葉は胸にぐさりと刺さり、心をえぐっていく。だがいつものように俺はヘラヘラと笑い、その場をやり過ごすことしかできない。
大友が俺に反骨精神を持たせ、やる気を出させようとしているのは分かっていた。でも、心の中に湧き上がるものは何もない。すると、突然、大友が衝撃発言をしてきた。やっぱり、元カノのことが忘れられないってことですか？そんな発言に、胸がドキッとなる。学生時代から、ずっと恋愛に無縁だった俺に、初めての彼女ができたのは、20代終わりのこと。ねえ、ユキヤはいつ結婚するつもりなの？まさかお前、一生独身のつもりじゃないだろうな。両親からうるさくそうせっつかれ、焦っていたこともある。知人に頼み込んで紹介してもらった女性に、俺は人生で初めて必死にアプローチをしたのだった。彼女と付き合い始めてから、俺は結婚を意識して働くようになった。結婚して彼女を養うためには、出世してもっと稼がなきゃいけない。そんな思いを胸に、精力的に仕事に励んでいたのだ。大友が言っているのはこの頃のことだろう。奥手な俺は、なかなか関係を進めることができなかったけど、交際から3年経って、ようやくプロポーズすることに。ごめんなさい。ユキヤさんのことを嫌いになったわけじゃないんだけど、他に好きな人ができてしまって。一世一代のプロポーズをそう断られ、俺は撃沈したのだ。その翌日に大友を飲みに誘い、泣きながら愚痴を聞いてもらった。だから、社内でこのことを知っているのは唯一大友だけだ。それからの俺はどこか抜け殻のようになり、あれだけ精力的に働いていたのに、その熱意を蘇らせることができなくなってしまった。以前は頑張っていたのにな。最近気が抜けているんじゃないか。上司や周囲にはそんな風に言われてしまい、俺の仕事ぶりは全く評価されなくなってしまった。先輩、お願いですから、あの頃のように精一杯頑張ってくださいよ。俺が尊敬していた先輩がバカにされているのが悔しいんです。大友は涙ながらにそうやって俺に懇願してきた。ここまで俺のことをしたい、奮起させようとしてくれる後輩がいる。俺は幸せ者だな。俺は久々に胸の奥が熱くなるのを感じて、大友に笑いかけた。よし、大友の言う通り、また頑張ってみよう。俺をバカにした奴らを見返してやるんだ。俺は再び精力的に働くことを決意。大手ファミレスチェーンを運営する会社にアポを取り、営業に出向く。新しい機材の搬入のためのプレゼンを行う予定だが、正直言って契約を取れる可能性は薄いだろう。久々の大物狙いに緊張しながらも受付に向かう。あの、お約束を頂戴しております氷川と申しますが、少し声が上ずった俺に受付嬢が営業スマイルを投げかける。とても美人なその受付嬢は、氷川様、お待ちしておりましたと丁寧にお辞儀。本日は第二会議室をお取りしてあります。優雅な仕草で会議室の方を指し示してくれた。俺は彼女に一礼して会議室の方に向かおうとしたが、その直後派手にこけてカバンの中身をぶちまけてしまう。大丈夫ですか？慌てて中身を拾い集めている俺のところに、さっきの受付嬢が駆け寄り手伝ってくれた。ありがとうございます。俺はお礼を言い、慌ててその場を立ち去ったのだ。とんだ失態だったが、おかげでそれまでの緊張が吹き飛んだ気がする。その後のプレゼンは自分でもびっくりするほどうまくいったのだ。プレゼン終了後、改めて先ほどの受付嬢に
お礼の言葉を伝えに行った。ネームプレートを確認すると、中尾と書かれている。先ほどは本当にありがとうございました。そう言って頭を下げると、彼女は、これ。そう言って可愛らしい動物のストラップを渡してくれた。それは俺のカバンから落ちたものだ。実はその動物のストラップシリーズが好きで集めていたのだった。あ、すみません。ありがとうございます。慌てた様子でそのストラップを受け取ると、中尾さんは、お好きなんですか?と俺に尋ねる。あ、すみません。こんなおじさんが恥ずかしいですよね。自虐し、苦笑いを浮かべた俺に、彼女から予想外の言葉が返ってきた。そうですね。思わぬ反応に俺が動揺していると、彼女は、冗談ですよ、とにっこり。実は私も好きなんです。ほら、これも可愛いでしょ?そう言って、スマホの裏に貼ってあるステッカーを見せてくれたのだった。え、本当ですか?このシリーズはなかなかコアでファンも少ない。俺が驚いていると、中尾さんも、私もさっき驚きました。と笑う。その後、あの日のプレゼンが奇跡的にも契約につながり、俺はこの会社に通うことになった。会社を訪問するたびに、受付の中尾さんと少し話すことが恒例になった。20代前半くらいに見えた彼女、実は27歳だった。俺が、はいはい、どうせ俺は独身のおっさんですよ。などと自虐すると、それに乗っかってからかってくる。そうですよね。一生独身の負け犬ですもんね。辛口な中尾さんの発言に最初は驚いたが、飾り気のない彼女との会話に最近では心地よささえ感じている。そんな俺とのわずかな時間を中尾さんも楽しんでくれているのか、向こうからランチに誘ってくることもある。氷川さんは安月給に見えるのでおごってあげますよ。ねえ、そんなんで受付嬢クビにならないの?俺が疑問を口にすると、彼女はにやりと笑ってこう言う。会う人全員にやってたらクビになりますけどね。これでも相手を選んでるんで。こんな調子の中尾さんとの会話は、ただひたすら楽しかった。相変わらず、プライベートの方は全くだったが、仕事は充実しているし、友達と呼んでいいのかわからないが、ランチまでする仲になった不思議な関係の中尾さんもいる。気持ちに余裕が出たのか、俺はこの案件をうまく進めることができた。上司になった大友にそのことを報告すると、やりましたね、と、大喜びしてくれたのだ。氷川さん、飲みに行きましょうよ。祝勝会ってことで、みんなも誘って。そんな提案をしてくれ、みんなも心よく集まってくれた。いつもの居酒屋で、大友をはじめとする職場のみんなが、代わる代わる俺にビールを継ぎに来て、口々に褒めたたえてくれる。氷川さん、こんな案件をまとめるなんて、やりますね。次に昇進するのは、氷川さんだったりして。その日のビールはいつにも増して美味しく、俺は気持ちよく酔っていた。あれ?氷川さんじゃないですか?そんな時に声をかけてきたのは、なんと、あの中尾さんだったのだ。友人と飲みに来ていたところ、ばったりと遭遇したようだ。俺が中尾さんと話し込んでいると、大友が話しかけてくる。氷川さんも隅に置けないな。最近調子いいのは、こんな美人さんのおかげなんでしょ?そうからかってきて、中尾さんもここぞとばかりにそれに乗った。
そうなんですか。でも私、冴えないおじさんはちょっと。いつもなら一緒に笑っているような言葉になんだか引っかかった俺。酒に酔っていたことや後輩の手前、かっこつけたかったこともあるかもしれない。俺もちょっとないかな。他に彼女いるし。見栄を張りしょうもない嘘をついてしまった。すると中尾さんは一瞬目を見開いたかと思った後、ポロポロと大粒の涙をこぼし始める。ごめんなさい、私勝手に勘違いして調子に乗ってました。どうぞお幸せに。そう言って店から走って出て行ってしまった。俺はただひたすら戸惑うばかりだったが、大友は即座にこう言った。先輩、今すぐ追いかけて早く行ってください。俺がでもと躊躇していると、大友はまるで懇願するかのように、今すぐ追いかけた方がいいですと言う。さっきのあの人と話しているとき、先輩は本当に嬉しそうな顔をしてましたよ。そう、彼女にプロポーズするんだって俺に話してくれた時の先輩の顔と同じでした。大友に指摘され、俺は彼女のことが好きなんだと自覚した。いや、本当はずっと前から気づいていたのかもしれないが、自分なんかと気づかないふりをしていただけなのかもしれない。俺は大友にありがとなと声をかけ、そのまま店の外に飛び出していった。周囲を必死に探し回ると、中尾さんは近くの公園のベンチに。ごめん、見栄を張っちゃってくだらない嘘をついちゃって、本当はずっと君のことが好きだったんだ。慌てて彼女に駆け寄った俺は謝罪し、その勢いで告白した。私こそ本当に好きな人には毒舌になっちゃうんですよね。なかなか素直になれなくて。中尾さんは顔を真っ赤にしながらも、そんな風に言って俺を喜ばせた。真面目そうで誠実そうで見ていて飽きない氷川さんに最初から惹かれていたんです。そう続ける彼女のことを俺はぎゅっと抱きしめた。そして俺たちは交際をスタートすることに。3年後、俺はようやく課長の座に着くことができた。その頃には地方支社の支社長になっていた大友に電話してそのことを告げる。先輩、やっとですか。おめでとうございます。大友はそうやって嫌味混じりのお祝いの言葉をくれた。エミにも同じこと言われたのに、お前もかよ。俺がそうこぼすと、大友は電話口で大笑い。まったく、俺の周りには口が悪いやつが多いよな。そう言って俺も笑ったのだった。もう、ゆきやさんたら。私が付き合ってあげてなかったら、絶対に彼女なんてできなかったんだからね。そこんところ、ちゃんと感謝してちょうだいよ。エミは相変わらず、毒舌を炸裂させているが、誰よりも俺のことを思ってくれているのは、よくわかっている。こんな俺だけど、結婚してもらえませんか？と、プロポーズした時には、あの時のように涙をポロポロと流しうなずいてくれた。一度は心が折れてしまった俺のことを、もう一度やる気にさせてくれた大友、そしてこれからも共に歩んでいくエミのためにも、俺は今まで以上に頑張っていきたいと思っている。